らがですね、これから植えるナスの苗になります。今年は割と苗はよくできてですね、これから植えていきたいと思っています。ナスはですね、今年は10種類で、全部で200株ですね。はい、今年全くもう霜も冬霜っていうのが全く来なかったもので、まあ、苗はかなり育てやすい。はい、これは緑ナスっていう品種でして、まあ、あまり市場とかには出回らないんですけれども、まあ、加熱するとですね、すごく果肉が柔らかくなって、特に揚げ火出しなんかにすると美味しいので、我が家の定番の品種になっています。ピーマンだとか、あるいは唐辛子ですね、仲間の苗になります。でこちらも、ピーマンで5種類ですかね、唐辛子で4種類ですね、あります。で全部でだいたいこちらも200株ぐらいですかね。ピーマンの仲間でいうと万願寺唐辛子っていう、辛くない唐辛子ですね、これを結構いっぱい作ってまして、素焼きにして食べたりするととても美味しいので、我が家のやっぱり定番品種になってます。もう明日から定食っていうようなタイミングですね。こちらはこれから植えるトマトの苗になります。全部で8品種500株ぐらいにあります。ミニがですね、赤いミニトマト、黄色、オレンジ、何でしたっけ、あと緑色ですね、ミニがこう4種類色違いがあって、他に中玉の赤いトマトがあって、あと大玉の赤いトマトなどをがあります。もう植えたいっていうところですね。はい、